人筆チャンネル始まりました。ケントです。ミカです。はい、ご無沙汰しております。はい、僕タイから帰ってきて、出張から帰国してすぐにね撮影のスケジュールあったんですけど、もう高熱を出しまして、はい、リスケになってしまって。本当ですよ。かれこれ1ヶ月ぶりっていう感じで。もっねあ、もっともっとじゃない、もっとだっけ。2ヶ月半ぐらいですよ。そうだよ、2ヶ月ぶりぐらい。先月の頭に撮ってるから。そうだよ。そう、ご無沙汰です。すぐ放置するやっぱり何も変わってない。釣った魚に餌やらない。なんかさ、リスられると照れる。なんだよ。じゃあどんどんリスっていきたいと思います。先日行われた東京レインボープライド2023、はい、24万人、ね、24万人でした。過去最高、うん、でリカちゃんも、うん、あのフロートって言って、何パレードの先導を走る車のことフロートって言うんだけど、まあ、フロートに参加してパレード参加した、うん、でリカちゃんはドラッグクイーン、あ、ドラッグクイーンじゃない、ミスインターナショナルドラッグクイーンじゃねえ。いい加減にして。違いました。ミスインターナショナルクイーンジャパンっていうフロートで、はいはい、あの歩いたんだけど、うん、で僕はグラミー東京って言ってミックスパーティーなんだけど、うんうんうん、FTM がオーガナイザーのパーティーを主催してて、そのパーティーのチームでトラックやってて、うん、DJ をやってるんだけど、どうでした？私2回目なんですよ、あのパレードフロートっていうか。あ、そうなんだ。1回目出た時のもう日じゃないぐらい、うん、その街頭の人とか人もうの量も全然違うし。あれ1回目出たのっていつ出たの？7、8年前とかね。あ、はいはいはい。だからもうルートも昔違ったじゃないですか。違った違った。ちょっと短かったし、うん、原宿のラフォーレの前とか通らなかったんですよね。そうですよね。うんうん、もう熱気がすごくて、うん、スタートした時に自分たちより周りに圧倒されちゃって、うんうん、そうそうそう、すごい人だなと。僕もね、10年前ぐらいから毎年フロート出してるんですよ。でコロナで3年ぐらいなくなっちゃってて、うんうん、10年前とかそれこそ7年前とかってさ、そのルートも短かったし、街の人たちが分かってない感じでしたよね。あ、確かに確かに。え、何やってんのこの人たちって、うん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 、LGBT って言葉もあんまり浸透してなくて、この人たち何みたいな感じだったんだけど、今の街中みんな LGBT のこと分かってて、うん、パレード通る道の人たちがレインボーフラッグ掲げて、お店の人がもう分かってるから応援してくれてるみたいな空気がすごくてね、あの渋谷が一体感が増すんですよ。で毎回泣いちゃうの、トラックの上で感動して。あらあらあら。パレードはその街を練り歩くんだけど、代々木公園の中はフェスティバルみたいになって、こうフードも出てるし、こういろんな LGBT のこうブースが出てたりして、まあ、そこの来場者もすごくてごった返してたんだよね。そうですね、本当に、うん、でお互いもフロート違うから、まあ、会場で会いましょうって話だったんだけど、もうすごい混んでるからなかなか会えなくて、電波もさ繋がんなかった。すごいリカちゃん途切れ途切れと思っていやもう人が多すぎて多分電波も全然混雑してて、ね、そうそうそう。最初あれですよね、うん、挨拶しに来てくれたんですよね。そうそうそう、そのフロートの方に。そのトラックを作る場所がね、裏方のバスケットゴールぐらいの近くにあって、20、30台あるから、うん、結構バラバラなんだよね、うんうん、でリカちゃんいるかなと思って探しながら行ったら、あ、インターナショナルクイーンジャパンのトラック見つけたと思って、人が一人だけいたのよ。でリカちゃんいますかみたいな感じで、あ、ファンの方ですかみたいな空気あ、はいとか言ってめんどくさいからじゃあ今あのリカさん六本木でメイクしてるんですよって言って、こうメイク六本木でするの？代々木公園の本番でメイクを六本木でしてから来んのと思って、何何でハイヤーとかで迎えに来るの？一応車が迎えに来てくる。迎えに来るんだ。そうですそうです。すごい。メイク終わったらそこからピストンで送って。え、何そのメイク場みたいなのがあるの？あ、ないですないですけど、あのミスインターナショナルクイーン の、うん、その主催をやってる方が、うん、六本木でバーをやってらっしゃって、あ、そのバー、まあ、そこをあのメイク室として今回貸し出してくれて。あ、なるほどなるほど。そう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 、なんですけど、そう、そっからもうパレード始まっちゃって、うん、会えなくて。そうなんですよね。結局入れ違いでトラック来てくれたんだけど、僕が荷物運ぶのに出なきゃいけなくてみたいなことで全然会えなくて、月9みたいでしたね。月9みたいでしたよ。なかなか会えない、すれ違いみたいなことを繰り返して、またまたみたいになって、じゃあそのステージの裏で待ってますって、うん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 、ステージの裏じゃあ通って荷物運ぶねって言って、うん、多分ねこう逆サイド行ったのも僕はね分かんないけど、うん、でステージの裏いないなと思って、でもバタバタしてるからリカちゃんも動いちゃったんだなと思って、うんうん、パッて見たんだけど、そこまで待ったりしなかった、荷物持ってて、うん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 、会えないかとか思って
ってたら、トワくんに会ったの、僕は。リカちゃん、ずっと待ってましたよ。ステージの裏でケントさんのことずっと待ってましたよって言うから、そう、そんな、ごめんと思って、うん、なんかそのずっと待ってるってイメージなかったから、いい加減にしてって感じ。だから荷物その時置いてたからね、車にも荷物積んでたから、もう走ってたよね。電話して走ってた時に、うん、じゃあちょっとあのドンキの前でとかってブースの前でやっと会えた。なんかちょっと感動しましたよ。ほんとすれ違いすれ違いから二度と会えない。いろんな人がご挨拶してくれたんですけど、うん、名前言ったら、うん、あ、Gピットのリカさんですかって言われて、言われた。ソヨミテーフさんとかに、嬉しいね。すごいありがとう。でもなんかなんだ、あの顔があまりにも派手すぎて気づかなかったって言われました。まあそうね、化粧は濃いめだよね。強めだったんで全然分かんなかったみたいな、ね、巻き巻きだったしね。そう、そうね。あ、でも見てくださってるんだなっていう。あ、嬉しい。最近なんかそれでやっぱ声かけてもらうこととかは増えたので、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでも本当にあったかい空気でしたね。いい回でしたね。いい空気でした本当に。来年どうするの？来年まあまあなんか、うん、出てて言われればって理想だよ。楽しいですよね。オファーがあれば、どこかからオファーがあったらぜひフロートに乗せてください。いやオファーあるでしょう。ぜひぜひオファー待ってます。もう何でもします。ちょっと今度私、うん、もうこれ廃止されることには終わってるんですけど、うん、5月の7日に、うん、あの東京 の、 あのリーガロイヤルホテルってところでミスなでしこ日本っていう関東大会のファイナリストに今この度あの選出していただきました。あ、すごい。でそこから7人が全国大会に進めるんですけど、ミスコンでしょ。はい、すごい。関東大会のファイナリストに入った。あ、そうです、そうです。すごい。はあのいわゆる、まあ、シスジェンダーの方を対象にした大会です。すごい、シス女性の大会に。え、それって MTF だっていうの言ってるの？はい、あ、一度伝えて、一応戸籍が変わってるっていうので、まあそうだよね、戸籍上女性だしね、問題ないっていうことで、うん、今回は素晴らしい。はい、今あの決勝をやってて30日で終わるんですけど、うん、なんか他の方知ってる方いたみたいなんですけど、うん、ケントさんだけなんか知らなかったみたいで、やっぱり私に興味ないというか。そんなことないよ。やっぱり全く、いや、みんな知って、スタッフみんな知ってったから、すごいなと思って。やっぱすごい、皆さんこれブラック企業。ブラック、ブラック。私なんか別に皆さんに告知してないんですけど、ちゃんと見てくれてるんだなっていう、見るべき人が見てないんだなっていう、もう、あ、僕も知ってたよ。もう黙っちゃった。もう黙っちゃった今。二度見して黙っちゃったの。なんか日本の良さを伝える大会で、まあ、各都道府県の魅力だったりとかっていうのを伝えて、日本一になったら、まあ、そういう活動とかを今後していくっていう感じになる。あ、え、今さ、そのファイナリストって何人いるの？関東のファイナリスト。いや、でもそんな多分いないと思うな。まあでも倍率としては本当50倍、はい、倍ぐらいなんで、当日スピーチして、うん、ウォーキングしてっていうので、完全に審査員がいて。わ、すごい。ぜひ頑張ってください。これもう放送される頃にはもう終わってるから、結果とかね、あの状況って概要欄貼り付けておきますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあグッドボタンとせーのって言って、せーのって言って、はい、イチャイチャしないで。本当だよ。はい、せーの、グッドボタンと違う。ごめんごめんごめん。私に言ってって言うの。